オレゴントレールを行く、コネストーガ滅場車、US アーミートランスポーテーションミュージアム展示品、コネストーガ滅場車は、大きく幅広の車輪を持つ大型の滅場車で、18世紀、後半19世紀にアメリカ合衆国やカナダで広く使用された。8トン内誌7トンの荷物を輸送するのに、十分な大きさであり、引くには馬、ラバ、または牛が用いられた。 河川の横断なども考慮して、ボートに似せて設計されたが、コーキングしていないものが浸水することもしばしばあったという。最初のコネストーガホロバ社は、1750年頃のアメリカ合衆国ペンシルベニア州が起源であり、メノナイトのドイツ人移住者によって導入されたと考えられている。名前は、ペンシルベニア州ランカスター近くのコネストーガ軍区に由来する。 植民地時代には、コネストーガ滅場社は、クレートワゴンロード沿いにダイアパラチア渓谷を抜けての南方移住に際して広く使用された。アメリカ独立戦争の後には、ピッツバーグ・オハイオ間の通称路の開拓に使用された。1820年代頃の輸送費のレートは、重さ100ポンドの荷物を距離100マイル、約15マイル、日の速度で輸送するのに対して、およそ1ドルだった。 コネス島が滅場車は多くの場合長距離の滅場車体において鉄道が発展するまでのアパラチア方面における主要な陸上輸送手段だった。この馬車は最大8頭の馬か最大1ダースの牛のチームによって牽引された。このためにコネスーが馬が開発された。コネス島が滅場車には多くの工夫が施されている。床は 積載物の転倒や横滑りを防ぐために上向きに湾曲している。平均的なコネストーガ滅場車は全長18フィート、全高11フィート、全幅4フィートほどのサイズでおよそ1万2千ポンドの貨物を輸送できる。車体の亀裂には川を渡る際に浸水するのを防ぐためタールを詰めていた。また悪天候への備えとしてワゴンには 白いキャンバス製のホロがかけられている。車体の骨格やサスペンションは木製だが、車輪はより耐久性を持たせるために、しばしば鉄製のリムが用いられていた。ワゴンの側面には水だるが配置され、ツールボックスには、車体の修理に必要な道具類が収納されていた。また、ワゴンの背面にある餌箱は、馬に餌をやるのに使用された。コネストーがホロ馬車は、 ゴールドラッシュ時のカリフォルニアへの移動を含め、様々な種類の旅行に用いられた。なお、コネストが滅場車という名称は特にこの車種を指して呼ぶものであり、滅場車全般に対する総称ではない。アメリカ合衆国の西部開拓時代に使用された馬車は、ほとんどの場合、普通の入馬車にホロを装着しただけのものである。ありがとうございます。